もっと2回3回ひねりとか、うん、はい、2回宙返りムーンサルトで終われるようにしていただければ、そうですね、はい、高得点が得られると思いますけれども、はい、さてお待たせいたしました。 C 班の最後の演技者でありますボギンスカヤ選手であります。今年のソウルオリンピックは個人総合第3位跳馬でゴールドメダルに輝いております。この床運動で 9.95 を出しますとシリバス選手と並びます。したがいまして10点満点出しませんと個人総合優勝ということにはならないわけであります。すでに A 班のシリバス・ドブレは演技が終了しておりますが、後ほどまたご紹介をさせていただきたいと思います。スベトラナ・ボギンスカヤであります、15歳。さあ 9.95 が出るか、ムーンサルトです。やっぱりあのさばき方がルーマニアの選手とは加藤さんちょっと違いますね。はい、そうですね、あのメリハリがあってとってもいい演技だと思うんですけれども、はい、彼女独特の演技ですね。はい、1m57cm、体操選手にしましては大柄です。あのつま先から手先までの表現力見ていただきたいですね。はい、なんか大人の感じが出てますよね。はい、15歳とはとても思われませんですね。うっとりしますね。はい、あの彼女の場合前方からのマークしておりますのでここまで全く耐えてきていますが、はい、注目の得点です。 9.90 ですね、はい、従いましてこの瞬間にルーマニアのシリバシ選手の優勝が決まっております。シリバシが優勝であります。そしてボギンスカヤは第2位という